衝撃の事実、 BTS とブルピンのカップルデートの真相が明らかに。実は彼らは一体何者だったのか。最近 BTS のテヒョンとブルピンのジェニーが手をつないでデートをしている様子がパパラッチされ、大きな話題になっています。しかしそのカップルがなぜ手をつないでいたのか、その真相は一体何だったのか、今回はその衝撃の真実を明らかにしていきます。実はそのカップルは一般のカップルではなく、プロジェクトとして組まれたものだったのです。彼らはブランドの CM 撮影のために手をつないで決めポーズを決めていたのだとか。また BTS メンバーが反日韓国人だという話題も上がっていますが、実は彼らの活動は日本でのファンが多く力を入れていることもあり、日本での活動を続けるために反日的な活動はしていないようです。しかしその事実を知った一部のファンはアン・ハガティ氏のツイッターアカウントに抗議するような状況になっています。しかしこういった事実を知ることで、 BTS やブルピンのファンの方々には少し冷静になってもらい、彼らの活動を応援することが重要だと思われます。今後彼らがどのような活動をするのか注目が集まっています。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。